今月開催された高校生を対象にした合同就職説明会、会場にはさまざまな業種17の企業がブースを出展しました。開始の2時間前なんですが、会場に一番乗りしたのは左官業の会社でした。もう担い手確保は不可能に近いですね。うちがもう大体平均70代が大半で、皆さん思ってらっしゃる以上に、いずれの業界でも今や人手不足は深刻な問題。高校生の就活セミナーの場合、大切なのがイメージ作りなんですよ。なぜかというと、高卒っていうのは割とちょっと9月ぐらい、夏休み明けてからとか、そういう状態なんで、就職のイメージもつきにくいですし、なかなか足も動かない。企業さんのこうイメージがなかなかつきづらいみたいなところも結構あったりもして、学校に届く求人票だけだと見えにくい部分が結構あるかなというふうなところは課題として感じていました。ちょっと大卒の就活とは違ってくるんですが、ここでポイントになるのが体験型なんです。先ほどの左官業の会社はというとこちらです。実際じゃあ、ね、そうです。体験に来てもらった生徒さんに実際一人でも興味を持っていただいて、弊社の方に入ってもらえたら嬉しいですね。そしてこちらの会社が持ち込んだのは大量の瓦なんです。一体どうするの、何をするのかというと、屋根に瓦を止める屋根職人が行う釘打ち体験なんです。各企業様もブースの装飾とか体験を今回すごいしていただいているので、話聞くのはもちろん、体験というところもしっかりと学生が、していただければなと思います。一方でサービスを提供する業種はなかなか仕事を体験することが難しいんですけど、よく考えてます。そこで思いついたのがこちらなんです。新しくちょっとお好み焼き、うちのお店2号店出そうと思ってて、そこのちょっと看板メニューを考えてるんですよ。で、お好み焼きの上にかけるやつで、なんかこれおすすめみたいなやつないですか？きゅうりをどうかけます？スライスして、シャキシャキ食感、斬新ですね。キュウリがいいかどうか分かりませんけど、でも頑張った、よく頑張った。営業マンが現場で直面するセールスの場面を再現して体験してもらおうというわけなんです。このように就活生の体験を重視するのは、会社や仕事の内容を知ってもらいたいという企業サイドの思いもあるんですが、その他にもう一つ生徒側にも大切な理由があるんです。就職したいですってこと一緒にハローワークの求人票を見るとか、それぐらいで直接関わるってこともほぼないんじゃないかなと思います。生徒たちが気軽に閲覧ができるとか、そういった体制を作るっていうのが今は難しい部分があったりもして、ある程度こちらでピックアップしたものを生徒たちに見せるというような、そういった形でやってます。ここなんですね。高校生の就活は夏休みが終わってから始まる期間の短さに加えて、大学生の就活と大きく違って求人票の段階で絞り込んで行うために、学校にも生徒にも企業との出会いの機会が少ないんです。ここに見学に行こうって言ったら、もうじゃあそこを次受けましょうとか、そんなに何社も何社もってことはまずないので、ほとんどもう1回決めてそこを受けたらおしまいって子も多いですね。さあ、ここが問題。そのため何が起こるかというと、こういうことになります。私の周りの高卒で入った子とか、やっぱ3、4年がやっぱり3、4年働くとちょっと転職しようかなとか、ちょっと辞めようかなと思いますって相談はあります。さあ、ここで先ほどの 37%、 厚労省が発表したデータによりますと、2020年の3月に卒業した高校生の離職率は1年目で 15.1%、 その後だいたい 10% 毎年離職して、3年間で 37%、 およそ10人に4人が離職するという結果がなってしまうということなんですね。やっぱり働いてみて思っていたのと違う、こんな仕事だと思わなかったとか、そういうことはよくあります。このミスマッチによる離職率っていうのは、企業生徒の双方に大きなマイナスになりますよね。近年盛んになった高校生の就活イベントには、この問題を解決しようという狙いもあるわけなんです。今までこう企業比較ができなかった、求人票の文字だけでしか会社を見つけることができなかった、学生さんからすると、よりこうイメージがついて、ゼロにはできないと思うんですけど、離職をですね、それゼロに近づけれるような、しっかりとイメージが入社前にしっかりとついた上で入社を決めるっていうのは、定着率高く
つながっていくんじゃないかと思います。まあ、企業が魅力を伝え、まあ、生徒の方が知ろうとすることが就職のミスマッチを防ぐことになるわけなんです。こういうイベントが増えてくれればよりいいんじゃないかなと。学校としてはとってもありがたいです。やっぱり学校ができないことをしてくださるので、地域に関われる仕事がいいかなみたいな、まあ、その細かいところまでは分かんないんですけど、手に職持ちたいなって思いますね。なんかこういう仕事もいいなっていう、はい。まあ、人手不足を背景に今高校生の就職活動が少しずつ変わり始めています。